ここからは数々の名曲を世に送り出しました作詞作曲家、そして歌手にスポットライトを当てて一人の方をリスペクトするトリビュートタイムです。今日は日本のポップス界を礎を築いた作曲家であり、そして編曲家の宮川博さんを特集させていただきます。はい、宮川博さんは学生時代から関西でバンド活動をなさっていて、上京後に渡辺晋さんが率いるジャズバンドにピアニストとして加わってから活動の場を広げ、作曲家編曲家として独立されました。1959年に始まったザ・ピーナッツをメインにした音楽番組ザ・ヒットパレードや、1961年のシャボン玉ホリデーなどで音楽を担当され、黎明期のテレビ番組で活躍。そして1963年には作曲と編曲を担当されたザ・ピーナッツの恋のバカンスが大ヒットしました。はい、まあ、宮川博さんのこの魅力というのはですね、まあ、ジャズをはじめ、まあ、豊富な洋楽のこの知識に支えられた音作り、絶妙なアレンジ力なんですよね。このザ・ピーナッツのこの恋の風がはですね、はい、編曲を担当されているんですけれど、イントロでティンパニーから始まりますね。ドロン、もうそういう斬新なその編曲、はい、これも見事でしたね。実は私もあの特にステージなんかの編曲をいろいろとやっていただいたことあるんですけど、はい、大メドレーを作るときにね、例えば30何曲とか、はい、50曲とか、そういう大メドレーを、そんなに、はい、それは曲目とか曲順は全部自分で決めるんですけれど、はい、それをどういうふうにつなげていっていったらいいか、もうとんでもない編曲をするんですよ。だからね、例えば50曲のメドレーを歌うときには、はい、音を聞いてたんでは間に合わないんですよ、はい、だから50曲を全部頭の中に入れとかないと、先行していかないと合わないぐらいイントロがないわけですよ。もう次から次へともうつなげていくという。そしてレコーディングなんかでもですね、はい、まあスタジオに来られて、もうその時に逆にスタジオで書いたりとかね、まあ、とにかくね、もう何ていうんですかね、普通の編曲家としてはちょっと考えられないような、もうとんでもないことを考えたりする天才肌ですかね。天才肌です、ね、で今日はその恋の風雅を私と美香ちゃん、真野美香さんとで歌わせていただくんですけども、うん、はい、真野さんかつてあの、はい、コンサートで宮川さんにいろいろお世話になったとか、ね、今思うとすごく贅沢なことなんですけどです、ね、コンサートの編曲していただいて、はい、コンサートの現場ではピアノを弾いていただいて、はい、でもね、あのリハーサルは何だったんだろうと思うくらいに、本番になると先生一人で転調して転調してって一人でどっか行っちゃうんですよね。そういうことか。いやでもドキドキしますね。一瞬のひらめきなんですよ。そうで、どっか行っちゃうんですけど、でもそれが素晴らしくて、今となったらもう一度そういうなんかこうね、ことをしてみたいなと思いますが、もういらっしゃらない。今息子さんが頑張ってますから。お世話になってます。明さんからね。そうです。あのマツケンサンバとか、そうそうですよね、曲作ったり、はい、編曲したりしてますからね。じゃあぜひ今度息子さんにお願いします。お願いします。明さん、はい、とにかく和製ポップス、次々とまあヒット曲も出したわけですけれど、はい、ご自身がね、最も好きな曲とおっしゃっていたのがですね、牧みちるさんが歌った、はい、若いって素晴らしいっていう歌なんですよね。まあ、作詞は安井和美さんで、まあ、ストレートな、とてもこう爽やかな青春歌謡だったんですけどね、はいはいはい、今日は堀内孝雄さんに歌っていただきます。堀内さんは宮川さんの作曲のその魅力、どのあたりにあると思われますか？天才的ですよね。天才だから引き出しが先生の中にいっぱいあるんですよ、うん、全部がもうあの先生の世界観に浸っちゃうから、すごい人だなと思いますね、うん、そうですよね、うん、そうなんですよ。まあ本当に計算しているのか、うん、計算していないのか分からないんですよ。分からないとこありますよね。分からないですよ。でもその底にね、うん、多分ね、天才的なでしょうね、ひらめきがあるんですよね、あるんですね、うん、はい。じゃあ今日はね、はい、そのベイビーブーの皆さんと、はい、ぜひ歌っていただきたいと思います。ます、はい、さあ若いってこの素晴らしいというのはですね、はい、1966年なんですけれど、はい、まあ、そのマネさんが歌われました会いたくて会いたくても、まあ、空前の、ね、ヒットを記録しました、はい、そうですね、まあ、この曲はですね、ザ・ピーナッツが発売した手編みの靴下というシングル曲の歌詞を変えて、まあ、リメイクした作品とも言われているわけです。そうなんですね、はい、今日は
市川由紀乃さんに歌っていただきます。由紀乃ちゃん、意気込みをお願いします。はい、そのまりさんの甘い歌声が大好きなので、はい、たくさんの方がカバーなさっているので自分らしく精一杯歌わせていただきます。はい、はい、そして森口博子さんは何を歌っていただけますか。はい、今夜は西田幸子さんの涙が乾くまで。とてもリズミカルでビートが効いていて、もう大人の切ない世界なんですけどすごくかっこよくて気に入りました。はい、西田幸子さんはね、本当に一世を風靡して、とっても甘くてね、綺麗な人でしたよね。そう、綺麗な人だったんですよ。コーヒールンバとかもですね、はい、そうです、コーヒールンバとかも。そうですよね、うん、それこそ本当にね、なんていうんですかね、女優にしていいというぐらい ね。そして関口博さんと結婚されて、美形な方ピタッと辞めてしまったんですよ。そこがすごいですね。これ数年前にね、実は偶然にお会いしたんですよ。それでこの番組でね、こういうことやってますんでお話ししてもいいですかっていうのを聞いてね、それで久しぶりに、本当に久しぶりに会いました。西田さんと。じゃあ今夜見てらっしゃることもかも分かります。わお、プレッシャーです。さあ、そして水森かおりさんは何を歌っていただけますか。はい、私は小坂明子さんのあなたを歌わせていただき、はい、これは編曲ですね。はい、作詞作曲はね、小坂明子さんご自身ですから。はい、はい、これ、はい、今日初めて歌いますか。そうですね、私が生まれた年の発売の作品で、でこう歌がどん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 こう高く、そうです、ね、高く高くなっていくので、頑張ります。これ小坂明子さんはピアノ弾きながら歌ってましたからね。あ、弾き語りで。はい、はあ、ぜひピアノ弾いて歌ってください。おっと、はい、頑張ります。そこまでは言いませんけれど。さあ、そして五木さんは何を歌っていただけるんでしょうか。はい、私はですね、はい、森進さんの花と涙を歌わせていただきます。まあ、花と涙、はい、ね、実は宮川さんの作品の中でね、演歌っていうのは大変珍しいんですよ。はい、そしてこの詩はですね、川淵広範さんが詩を書かれてるんですけど、はい、いわゆる花と蝶という歌がありました。はいはい、その次に出したのがこの歌だったんですよ。うーん、昭和44年の作品なんですけれど、私はですね、まあ、デビューしたものの、はい、売れなくて困ってた時、はい、クラブで歌ってました、弾き語りで。その頃にこの歌が出たんですよ。そうですか。ここでよく歌った歌なんですけど、テレビで歌うのは初めてでございます。わ、ちょっと楽しみですね。はい、初ですね。はい、さあ、では参りましょう。宮川博さんのトリビュートタイム、まずはこちらの曲からスタートです。人が消えてゆく雨の曲がり角、幸せも
けわかっているのに、心の糸が結べない二人は恋人。切なくて涙が出てきちゃう。
少しいてほしい。諦める約束の涙の乾くまで乾くまで。引き止めはしないけど、口づけはしないでね。束の間の幸せに心が迷うから、それがあなたのためならば悲しいけれど、これきりね。Oh,
詞を読んでいる。あなたがいつか言ってた誰にでも明日がある。だからあの青い空を見るの若いって素晴らしい。